大泥棒が天下を救う、頑張れゴミモンガイデン2天下の財宝実況プレイ。私実況者のキョッと申します。前回ですね、ここね、南極にやってきて、許可証をいただいてね、南極へやってきました。そしてね、ここにね、ここの下橋の館というところにね、雪の女王がいるということでやってきたんですが、じゃあね、次の方やっていきましょう。とりあえず上に上へと行きましょうか。まあここはね、ね、こういう風に戦闘アイテム使ってたらね、ほぼ楽勝です。こういう風にね、活用するとね、ね、技ポイントもね、消費しなくて済むんでね、楽ですね、本当に。できるだけここはね、技をね、節約しながらね、やっていきたいと思います。とは言っても結構一撃で倒せるわけじゃないんでね、そこが難点ですね。早いな、敵が攻めてくるから結構厄介だな。
危ない写真。これ二つ目ですね。あ、ここで切れたか。しょうがないな。とりあえずやっと着いたな。とりあえず回復しましょう。知らない間に結構潜れるな。で、道具、使うね。登れるかな。登れた。結構広いですからね、ここ。半端なく広いな、この館。打撃も効きにくいのかな。あったあった、びっくりした。ただ広いな、ここは。おお、本当に広いわ。ここで切れた。倒せるもんなんですね。おや、これじゃあループか。ローラースケートがありがたいですね。やたらとここ広いからね。なんでこんなクソ広いんだろう。どっちか。おや、ウルトラギプス。なんなんですかね。
の館。どんだけ広いんだよ。ありがたいですね。じゃあね、時間もいいところなんで、今回の実況はね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。